はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、今日はちょっと簡易的に飲み動画に撮影しようと思いまして、珍しくですねこれ携帯で撮っております。で本日はですね、ちょっと先ほどまで千葉県の柏にあるさくなさんで、さくなの日という3月9日にね行われたイベントに一日店長としてお手伝いをさせていただきまして、その後ということで、ただいまがっつりとお腹減ってるんですよ。もう空腹極まっておりますので、いつもの酒飲み動画ですと、まあ、軽くつまみを食べながらがっつりとお酒を飲む感じなんですけれども、今日はこの空腹ですので、しっかりとご飯メインに晩酌をしていこうと思います。で、やっぱりですね、この空腹に食べたいのは何かと、いろいろと考えたところですね、今ちょっと焼肉が食べたいなと思いまして、お肉が食べられるようなそんなお店を探しておりますが、今日がねちょっと土曜日ということで、各店忙しいかなと、撮影できるか分かんないんですけれども、気になるお店突撃しようと思います。ひとまず今お店の目の前に着きました。撮影交渉をして大丈夫であれば焼肉食べていこうと思います。一人なんですけど、はい、言い訳ないですか？満席でございます。あ、わかりました、ありがとうございます。ダメだ、満席だやっぱ週末は厳しいね。いや今日はマジで腹減ってるから、そんなにね店を探さずにガッと入りたいんだけどね。いやこれは飲み屋難民になるかもしかして。そしたらちょっと肉といえば、以前大食いでもお世話になったあのお店聞いてみますか。最近な SNS でもバズってるから満席の可能性大だな。でもいや一人なんですけど、また行ってますで、もしよかったらこれ取りながら酒飲んでも大丈夫ですかね。よろしいですか、ありがとうございます。ということでですね、本日のお店中入りました。こちらのお店はですね、以前牛タンカレー、これのね3キロのデカ盛り、チャレンジ挑ませていただいたお店さんでして、今回はですね改めて一品物をいただきにこちらのお店に来ました。ということで、本日一杯目こちら生ビールですね。やっぱりね一日の締め、このために頑張ったみたいな部分もありますので、早速皆さんお疲れ様です。むちゃくちゃうまいな今日一日頑張ってよかった、うまいあーうめ、一瞬でしたちょっとね1杯目美味しすぎてね、まだ料理注文したものを1品も来てないんですけど、一瞬で飲み干してしまいました。いやこれベロベロになんないようにマジで気をつけないとここのお店卓上からね注文スマホでできるんですけど、このシステムは呼ばないじゃないですか店員さんを。だからねガンガン頼んじゃって、割と酔っ払う傾向にあるあ、ありがとうございます。ってことでまずはね本日のお通しが到着しました。牛すじの煮込みとわさび味の枝豆ってことで、すいません宅配です、ありがとうございます。ちょっとそれに合わせて宅配のおかわりですね。うん、うまい。あ、やっぱり僕もねこのイベントありがたいことにお声掛けいただいて手伝いに行くことちょこちょことあるんですよ。ただそういう日って営業行く前にこうご飯食べちゃうとね眠くなっちゃうんで、基本的には朝から何も食べないんですよ。だから今現在時刻が7時かなんですけど、これが1食目ということでめっちゃくちゃうまい。ということでちょっとねこれつまみに頼んだキュウリの一本漬けも到着しました。うまそう、先にキュウリいただいちゃおう。あ、はあ、しみるわ。筋も行こう。うわこれよく煮込まれてんな、酒絶対合うよ。食べ飲んじゃった。
その動画を家族が見たら怒られるな。ペース早いもんな。まあ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 、しょうがねえだろう。やっぱうまい飯にはうまい酒が止まんねえよな。実はですね、もう注文した品が2品ほど届いてるんですよ。いや、これはね、ちょっと早く酒と合わせたい。あー、やべ。普段の大食いも楽しいんですけど、こういう飲み動画もね、また別の楽しみがあるわ。はい、いきまーす。はい、来てた2品を紹介する前にもう1品来てしまった。頼みすぎたな。とりあえずカツ、牛タンカツだな。とりあえずお皿には柚子胡椒で、ソース、塩、わさびといただいてるんですけど、まあカツですんでね、ひとまず塩ですかね。僕もね、いろいろ大食いしてますけれども、牛タンのカツ食べたことないと思いますんで、これいただきます。ここのね、牛タンは柔らかい。うまっ。ちょっとソースでもいってみますか。これソースですね。うん、うまいな。うまいけど、やっぱりね、ここの売りは牛タンなので、肉の味が濃いというか、個人的にはこの揚げ物の油も相まって塩の方が好きかも。だからちょっと贅沢に塩わさびで。うん、うまいな。ひとまずですね、こちら牛タンのカツ完食ということで、別メニューに参りましょうか。ちょっとこれやばいわ。今牛タンカツか、これ完食したんですけど、次来ちゃいました。でこれがね、ごぼうの唐揚げなんですよ。やっぱり唐揚げといえばね、揚げたてを食べたい。ただメンチの揚げ物が来てまして、とりあえずね、先に来たメンチかな。これも確か牛タンを使ったメンチ始めましたな。いただきます。うん、酒だ。うまっ。ちょっとこの調子でユッケいっちゃいますか。いや、牛タンのユッケか、これも初めてですね。これちょっといきますよ。でも普通のユッケってこのとろける感じの方が多いですけれども、牛タン使ってますから、食感が肉肉しいというか、肉食ってんなーっていう感じがして、てかこれ米欲しいわ。これはお酒もいいですけど、米で、ここに合わせる揚げたてのごぼからね。うん、甘い。なんかごめんなさいね、普段の撮影はやっぱりこう少しでもね、皆様に分かりやすくと思っていろんな味とかね、説明したりするんですけども、酒が入ってるとそれが考えられなくなるので、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、とにかくうまい。でもお店入ってもう30分今日経ってますから、そろそろ締めも視野に入れないとね。夜ももちろんメイン食材として牛タンカレーは販売してるんですけれども、それ以外にも丼物でね、締めがあるぞ。さすがに、長尺になりすぎますので、締めご飯注文しました。うん、あー、うまい。でも改めて前回のデカ盛りを経て、今日ね、こういう並盛り一品物いただいてますけど、そもそも料理がうまいし、しかもね、牛タンを使ってるのに、それに際して値段がね、割安。これはちょっとまた飲みに来るな。やっぱりですね、この川崎に住んでない方が川崎に飲みに来る際って、町中華だったりとか赤ちょうちんがあるような大衆酒場で立ち飲み屋さん、こういったものを
有名な店舗があるのでそっちに行きがちなんですけれども、なんかねそれだけじゃなくていろんなねいいお店があるんですよ。まあ、とにかく今日来てるこちらのお店はめちゃくちゃ美味しいので、本当にチャレンジ行ったからどうとかではなく忖度抜けて今食べてみておすすめできます。ちょっと締めくる前に注文したね一品食べちゃいますか。ただいまですね、こんな感じで締めが来る前にしっかりとフード完食させていただきましたが、しかし締め来る前にお酒がなくなっちゃったので締め用に最後お酒も追加しましょう。ありがとうございます。いただきます。もう締めはねお米頼んでますのでやっぱり邪魔にならないように金宮香類の焼酎ソーダ割りで注文しました。そんなこんなでですね、こちら締めにはプレミアムな丼を注文させていただきました。でもぱっと見めちゃくちゃ牛タン乗ってるな。なんだかんだ結局この牛タンそのままでいただくの今日初めてですね。あーうまっ。ちょっとねもうこれ温玉と絡めていただきますわ。ふわうまそうだなこれ。うまー。あーうまっ。このですね厚切りに柔らかいタンで、そこに塩だれのうまみと、でこれ締めにですね金宮のソーダ割り、うまい。あーうまい。すごいな。ありがとうございます。締めとして注文したら最後の品を到着しましたが、これを紹介する前にもうどんだけ食べ尽くしちゃいましょう、こんだけ飲んで食べた後にこの大盛りの丼食べたんですけど、本日はですね正真正銘これが締めということで、牛タンとウニそしてイクラが乗っかった贅沢の一杯ですね。もうせっかくならいただいてるわさびも全のっけで、若干ですねこれ全部乗せたら乗せすぎな気もしますけれども、カレーもぜひ教えてください。やっぱ酒飲んでる時はこんぐらいわさび効いてる方がうまいな。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はがっつりとご飯食べたいと思いまして、こちらのお店の美味しい牛タンをはじめお漬物でしたり揚げ物そして締めには丼物いただきました。最高です。やっぱりね僕もこの川崎に住んでもう数年経ってますけれども、それでもなおお酒を飲みに行く際はですねお店に迷います。ですので川崎飲み行きたいなと気になってくださったらですね、ぜひ僕のね動画も参考にしてもらいつつ行きたいお店をですね選んでいただければと思います。今日はさすがにもうちょっと1時間を回ってまして、お酒もねほろ酔いで回ってきておりますので、この辺りですねお家にしっかりと帰りたいと思います。ちょっとカレーも食いたいところですが、今日は改めてごちそうさまでした。バイバイ。